それではご紹介させていただきます。片寄涼太様は2012年11月ジェネレーションズフロムエグザイルトライブボーカルとしてメジャーデビュー。2014年ドラマ GTO にて俳優活動を開始。これまで数多く出演をされております。2021年から日本人で初めてジバンシーのアンバサダーをはじめ、今年2024年1月29日から初舞台となる作品ハイ&ローザ戦国にて主演を務められました。おめでとうございます。はじめまして、片寄涼太です。この度はこのような貴重な賞をいただき、大変光栄に思います。ありがとうございます。私個人としてはお仕事の中で、今年もたくさん着物を着たかなというとそういったわけではないんですけれども、今年初めて、自身初となる舞台に挑戦させていただきまして、それが戦国をテーマにした舞台でもありました。自分自身がとても、大切にした作品でもあったので、そのようなご縁から、このような形で、着物を通した賞をいただけたことを大変光栄に思います。日本が誇るとても大切な着物という文化を、自分自身もこれからもっともっと知って、少しでも多くの方に広めていけるような、そんな機会に、この賞がなればいいなと、今回本当に思いました。これからも精進してまいりたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。改めて片寄涼太様に大きな拍手をお願いいたします。どうぞご講談ください。和装男子代表として片寄様から、はい、そうですね、やっぱりフォーマルなウェアを着用する機会ってやっぱりすごく限られる特別な機会だと思うんですけれども、そういった時にやっぱりその装いだけじゃなくてその装いに合わせて、まあ、メイク、女性であったらメイクであったりとか、そして、まあ、男性でも、まあ、ヘアスタイルだったりとか、いろんなものがこうそれに合わせて変化していくっていうものはなんかすごくなんかより自分を高めてくれるようなそういったものなのかなというふうに、感じました。はい、素敵だよね。すみません、ありがとうございます。はい、結構今回は舞台でも着ることが多かったなというお話だったんですけど、はい、そうですね、舞台の方はやっぱりこう動きやすい舞台用のものになってましたけれども、なんかそういったものでもやっぱりこうその時代背景だったりとかそういったものを描けるすごく素敵な着物という一つのものに味方となって助けていただいたなというふうに思います。はい、僕もいくつかパターンを見せていただいたんですけれども、なんか今日は立冬ということで、はい、まあ、今日は外もすごい涼しい、かなり寒い風が吹いてたんですけれども、なんか今年を振り返るとちょっと秋が恋しくなるような、ちょっと夏が秋を飛び越えて冬に来てしまったような、うん、そんな気分だったので、うん、ちょっとこう秋を感じられるようなカラーがいいかなと思って、うん、こちらをチョイスしました。素敵素敵、カーキの、ね、帯もグレーとカーキってすごいシック、草履もすごくこだわって、うん、やっぱり素敵だなと思いますよ ね、小物がね楽しいですよね。着物だからできる色合わせっていうものがあって、そうですね、着物自体はお仕事で、まあ、何度か着させていただく機会がありましたけれども、なかなか頻繁ではなかったので、まあ、こういったことを機会に何か自分にできることはないかなというふうにすごくそういったきっかけをいただいたような、気持ちでした。はい、和装って普段はあまり、まあ、仕事ではもちろんですけど、普段はそうですね、なんか今日授賞式の中でもお話になりましたけど、やっぱり意識して着るという意識を持っていることがすごく大切なんだなということも、こうやって学ばせてもらったので、普段から何かそういった機会に着られるようにちょっと心がけたいなと思いました。お正月ぐらいでしょ。そうですね、お正月、いや次のお正月はぜひ着たいなと思います。素敵です。なんかね、着物って普段着てないとこう体にこう馴染んでいかないんですよ。ストンと落ちるような感じになるんですけど、だけど意識っていうのをおっしゃってたから、その意識がなんかスッとこうなっていくのかなって思っちゃいました今。うん、すごい似合う、ね、素敵。ちなみに、ね、メンバーは何か言ってます、まあ、知ってます今回の師匠。多分まだ知らないと思います。はい、すみません。はい、多分これから、はい、マスコミを見て、これから、はい、今週末神戸でライブがあるんでそこで話したいなと思います。はい、おめ